実際作り方としてもそういうような作り方を強調している部分がありますね。例えばこちらの方の柱になるんですけれども、こちらの方の柱はレールを組み合わせて柱になるんです。古い駅とかですとですね、ホームの上に屋根をネットされている柱とかで、こういったものを使っている状況がたまに見つけることができるかなと思います。それでこちらの方のですね、柱の方に、こちらちょっとよく見ていただくとですね、刻印があるんですけれども、下の方から横脇なんですが、1934と書かれていまして、でこの上にですね、横がダーッと並んでるんですけれども、こちらはこのレールの製造年月日を表しているということで、1934はそのまま現在ですね。でその上の横号については、製造の月を表しているということです。こちらの方は、11個ある